佐々木光造町、旗本退屈男。1。第7話です。35単の法を張り上げてゆく仙台石の薪とは、必ずしも歌空ごとの誇張ではない。ここはその磯節にまでも歌詞滑らかに合成さを歌われた関東138大名の旗頭、王五54軍を我が庭に、今ぞ、 映画異性を世に誇る仙台伊達の青葉城下です。出船入船ほかげも刺激、石巻からそのお城下までへは、陸前浜街道を一本道に、原の町口へ抜けてちょうど13里。まさかと思ったのに、およそ退屈男ほど気まぐれな風雷棒も稀でした。身延から江尻の港へ、ふらふらと降りてみたところ、35単の魔法張り上げた、 大違がよいの戦国船が、ギーギーと、小をなぎさの風に鳴らしていたので、つい何と話に乗ったのが、持病の退屈払い。石巻に来てみると、これがまた、そぞろ旅情もわびしく、なかなかに悪くないのです。ないところから、のっしのっしと浜街道を、十三里一日にのし切って、胸なす旅人の陰に混じりながら、ふらりふらりとお城下目指して、 腹の町口に姿を現しました。仏寺は、ちょうど夏草盛り。しかし、道の区上に、夏草の上をかすめて、夕日を縫いながら吹き渡る風には、すでに香料として、秋の心がありました。背に服や、五十余軍の秋の風、と、後の人に読まれた、その、秋の風です。城下に入って、 社迦堂脇から二十人町、中家町と通り過ぎてしまえば、独眼流伊達の正宗がよにありし日、恐るべきその固めをもって、王家のこの一角から、ボツボツとして、天下の風雲を望みつつ、遥かに日の本六十余衆を平芸していたと伝えられる。不落南高の青葉城は、その天守までが一目でした。町もまた、ここから急に広く、版画もまた、 上下第一と見え、従って、旅人の群れも、虫の日に集まるごとくに、おのずと集うらしく、両側はほとんど、どきなみと言っていいほどの、はたごやばかりです。だから、はたごの客引きが、ここを先度と客を呼ぶのに不思議はないが、それにしても、その想像しさというものはない。いかがでござりますいかがでござりますええ、いかがでござります 手前のところは、登場家第一の旗小屋でござります。ヤグは上等、お隣賃は格安。いかがでござりますええ、いかがでござりますいえ、私の方も、勉強第一の旗子でござります。座祖は次の松木の離れ作り、お米は秋田省内の飛び切り上等、お歳も二の禅付きでござります。 それでお泊りり賃はたった百文。いかがでござりますええ、いかがでござりますいえいえ、どうずことなら、私どもの方がよろしゅうござります。もみりょうじあんまは上やとい、きゅうずの女はやさたの太ったの、お好みすだいのべっぴんばかり。ものは試すにござりますゆえ、いかがでござります騙されたと思うてお泊りなされませ。ええ。 いかがでござります。だが、少し機械でした。他の旅人たちには歩行もできぬほど客引きどもがつけまわってうるさく呼びかけているのに、どうしたことか我が早乙女門ンドノのところへは一人も寄ってこないのです。客としては元より上場、身分素性は言うまでもないこと、お茶代食料およそ金銭に関わることなら、 おじきさん旗本の極印打った金の茶釜が吐くほどもあるのに、目の高か,かるべきはずの客引きどもが、この折り紙付きの余裕意識乗客を見逃すというのは、まことに不思議と言わねばならないことでしたから、退屈男はいぶかしく思って、番頭の一人のところへ、のっそり近づくと、ノー、こりゃ、ゲロウ。じろりとやって、貫禄豊かに、ノー、こりゃゲロ やりました。海越え山越え坂越えて、欧州仙台つのズずズこ国までやってきても、おのずということが大きいからかなわないのです。のうこりゃ、ゲロー。ゲローと申すに聞こえぬかのうこれよ、町人。ひぃ<ー>。へではない。なぜ身供ばかりを袖にするぞ。いずれはどこぞへ一宿せねばならぬ旅のみじゃ、かわいがると思うさは、 止まって使わすぞ。えへへ、ご冗談で。ご縁がありましたらどうぞ。あのますますあきのしゅう大手にもせずに、退屈男を鼻であしらっておいて、ろくでもなさそうな秋刀たちが通りかかったのを見かけると、お泊りは,はいかがでござります固いが図万の宿でござりますお会い宿なら、半値にいたすまするが、いかがでござりまする しきりと陰銀にもみ出をしながら、天下のご時期さんも、まるで眼中にないもののような様子でした。あはははは。言葉もずうずうで、少し人間離れがいたしておるが、はたごもちと浮を離れいたしおるの。いや、よいわよいわ。止めぬと申すなら、止めるうちまで参ろうぞ。これよ、そちらの町人、西田屋の番頭。 エリにしだやと染め抜いた隣の客引きを応用に差し招くと、これもまた一うというように、内へ見ながら呼びかけました。そっちのところも身のもばかりには、色目一つつかわぬようじゃが、やはりとめぬと申すか。とめてみればこのお客、なかなかに良い味がいたずぞ。どうじゃ、一夜、とめてみるか。いえ、あの、 ご勘弁くださいまし、滅相もござりませぬ。どうぞ、この次に、願いとうござります。いなことを申す奴らじゃのう。はははは。さては、この未間の傷に、震えておると見よるな。よいよい。それなら、他をは聞いてやろうぞ。白石や、白石や、そちらの下郎。へえ。その方のところはどうじゃ 未見に少し怖そうなキーワードがあるにはあるが、優しゅうなり出したとならば、女子よりも優しゅうなる立ちゆえ、怖がらないでもよい。宿ぜにも、二三百両がほどは、所持いたしておるぞ。どうじゃ、止めてみるか。ええ、あの、あいすみませぬ。どうぞ、お見逃しくださいまし。手前どもも、この次にお泊まり願いとうござります。なぜか、しどろもどろとなって、 うろたえおびえながら、逃げるように向こうへ走り去りました。まことに機械というの他はない。一人ならず、居合わした客引きは、いずれも皆、何のかぬと逃げを張って、止めようとすらもしないのです。門ンの助の不信は、急に高まりました。何か死いがなくてはならぬ。何か、秘密がなくてはならぬ。おきの毒なことでござりまするな。 旦那様旦那様ふいに後ろから呼びかけた声があったかと。ふいに後ろから呼びかけた声があったかと思われるや同時に、その横丁へ、曲がり角のちぐさやと、あかりあんどんの見える肌子の中から、もみれをしーしー、腰をひくめて近づいてきたのは、すっきり赤抜けのした、歳の頃もまだ若そうな番頭です。はっと思って見ながめた刹那。 もみれはしているが、目の配りが尋常でない。腰も陰銀に低めているが、体の構えにも隙がない。しかし、そう見えたのは気のせいだったか、ひがめだったか。番頭は、人の良さそうな顔つきで、ニコニコしながら、退屈男のそばへ近づいてくると、物柔らかに言いました。せっかくお越しなさいましたのに、宿がのうてお困りでござりましょう。およろしかったら、 手前のところにどうぞ。いえ、あの、決してうろんなはどこではござりませぬ。はるばるお越しなさいました、旅のお方が、お泊まりの宿も呑ては、さぞかしお困りと存じまして、申すのでござります。およろしかったら、手前のところで、お宿をいたしまするでござります。ゆうのを目念として、退屈男は、じっと見守りました。 やはり気のせいでもない、ひがめでもない、番刀の眼差しのうちには、確かに鋭い剣があるのです。<music> とっさのうちに、それを見破った門戸ドノの眼光も恐るべきだが、しかし、男はさらに巧みでした。どう見ても、人の良い番刀としか見えぬような、物柔らかさで、陰銀に腰を低めながら促しました。 いかがでござりましょうお殿様方にごひいき願いますのもおこがましいようなむさ苦しい宿でござりまするが、およろしくはご案内いたしまするでござります。泊まるはよい。泊まれと申すならば泊まって使わすが、それにしても、ちと不信じゃな。何がご不信でござります他の鳩子では、申し合わせたように身供を袖にいたしておるのに、 そちの宿ばかり、好んで止めようというのが不尽じゃと申すのよ。一体、どうしたわけじゃはははは。<laughs> そのことでござりまするか。ごもっともようでござります。いえなに、死を打ち割ってみれば他愛もないこと。お武家様をお止め申せば、お届けやら、手続きやら、何かと後で面倒でござりますゆえ、それをうるさがって、 どこの宿でも定よくお断りしているだけのことでござりまするよ。い,いなことを申すよなう。日本刺す者とても、旅に出て行きくれたならば、宿を取らねばならぬ。武家を止めなは何が面倒なのじゃそれが昔から当仙台伊達家の家風じゃと申すかいえ、ご家風ではござりませぬ。そのような馬鹿げたご家風など、あるはずもござりませぬが。 どうしたことやら、近頃になって、にわかにお取り締まりが厳しゅうなったのでござります。ご老人衆は元より、お主る持ちのお武家様でござりましょうとも。他国よりお越しのお侍様は、一人残らず届け出ろと、きついお達しでござりましてな。お届けいたしますれば、すぐさまお係か,かり役人の方々が、大勢してお越しの上、宿改めやら、ご身分改めやら、 何かと手厳しくご吟味なさった挙句、少しなりともご不審の節々が終わりのお武家は容赦なく引っ立て、甘津さえ宿の亭主も巻き添え食って受労させられたり、手上足止めに出会いましたり、とかくに迷惑なことばかりでござりますゆえ、触らぬ神にたたりなしと、皆お侍様と見れば、ああして逃げを張っているのでござります。平げたれよのう。ほう。 今日ではそのような食べ物のよろしくないものども、へげたれと申すとよ。檻があったらだてこうに申しさえ。時々うなぎくらい用いたとても、六十五万石の大信頼では減るようなこともあるまいゆえ、三日に一度くらいは油に乗った大串を十分に食して、もっとタンを練るようにとな。いずれにしても、仙台伊達といえば、かが島津に続く大半じゃ。 ましてや、独眼流将軍の流れを組む者が、そのようにせせこましゅうてどうなるものぞ。では、なんじゃな。そちのところは、後の迷惑面倒も覚悟の前で、身どもに、一夜の宿を貸すと申すのじゃな。えい。一夜も百夜も、お貸しする段ではござりませぬ。お殿様に、ご不審の角などあろうはずもござりませぬゆえ。およろしくば。 ご案内いたします。面白い。だてこうより、そちの方が食い物がよろしいと見えてなかなか話せるわ。ことをこらばなお望むところじゃ。千夜ほども、投流して使わそうぞ。さそくに、あないせい。だが、いざなっていったそのちぐさやが、万刀の言葉だと、あまり上等ではなかろうと思われたのに。 どうしてなかなか容易ならぬ上宿なのです。しかもそこの帳場に居合わしたかみなるものがまた穏やかでない。年の頃は十五六。顔から肩、肩から手、身につけている帯紐までがシーと透き通るような寂しさをたたえて、つつましやかにちぶさをのぞかせながら、二つくらいの緑子に愛のつゆを含ませている様子が清楚な美しさというよりも、 変に冷たくさえざえとして、むしろ不気味なくらいでした。いや、そればかりではなく、退屈男を番頭が案内していったのを見ながめると、ちらりと冷たく、目元に不安げな色を浮かべて、何か、物に予びえでもしたかのごとくに、眉を寄せました。だのに、番頭がまた機械でした。大事ない、大事ない、心配するな。 すぐに応じていった言葉の大平さ、存在なところは、万刀と思いのほかに、どうやら主人らしくもあるのです。退屈男の不信は、ぐっと高まりました。他国者の武家ばかりを厳しく吟味するという不信。よその宿は、皆恐れをなしているのに、このちぐさやばかりは、好んで客とした不信。いざなっていった男が、 ただの客引きかと思われたのに、亭主らしい不審。その不審な男の一癖ありげな目の配り、体の構えの油断なさ。そして、年若い女将の、しんしんと冴え渡るような寂しさに、今の怯えた面差し。どうやら、火の手は、この家から上がりそうじゃな、のうンと。ほいや。 こちらのことよ。食べ物は、所事ずんと税を尽くしてな。何ほど、公直なものとても苦しゅうない、十分に用意いたせよ。ことをこらば、それまた一挙。不審の雲も深ければ、さらに一挙。いっそ退屈払いになってよかろうぞと言わぬばかりに、のっしのっしと通っていくと、不敵な応用さを示して命じました。 当家第一の座敷がよかろう。上段の前、穴井聖。ほ、おっしゃりませえでも、よく心得てでござります。叱るに対ては、心得ているというのです。宿改め、身分調べに、伊達家家中の面々が押し入ってきたら、直参旗本の意見をもって、その上段の間に、悠然と陣取りながら、眼下にまた者どもを見下ろして、一括のもとに、 これを撃退してやろうと思って命じたのに、亭主とも見え、番頭とも思われるその男はさながらに、門戸ド助の何者であるかも、ちゃんと知っているかのごとくに、よく心得ているというのでした。いや、心得ていたばかりではない。極細式したる一間同士の四本ぶすまに、物々しく仕切られた、その冗談の前へ導いていくと、事実、何もかも、 心得ているかのように取り出したのは、綿の十貫木も入っているのではないかと思われるようなドンス作りの、ふっくらとした、人ねです。それから、10日に教則。その方、なかなかに、心聞いたやつじゃな。故障どものおらぬが、とたまり傷じゃ。ふっくらいたして、なかなか座り心地がよいわい。着がい五十余軍の主を飲むかのごとくに、 どっかと座をしめると、何をもったか、ふいっと命じました。板を持て、看板にいたすのじゃ。何ぞ一枚、白木の板を持ってまいれ。歩道立たぬ間に、そこへ命じた白木の板が運ばれたのを見すますと、たっぷり筆に墨を含ませて、書きも書いたり、本場空を行くがごとき達筆で、んりんりと、おのずから退屈男の書きしたためたのは、 実に、次のごとき、大文字です。直参旗本、早乙女、門戸ドの助様、ご祝。わははは。我が文字ながら、なかなかに味方やな。これからは、また者どもも、一泡は,は不幸ぞ。遠慮はいらぬ。なるべく人目にかかるような店先へ、早を立てい。驚くかと思いのほかに謎の番頭は、 似たりと意味ありげな微笑を残すと、謝善として、担ぎさりました。に、しかし、来ないのです。来たら退屈払いに一泡吹かしてやろうと、シュドンスの大座布団にふっくらと陣取りながら、今か今かと待っていたのに、どうしたことか宿改めのかかり役人たちは、待てど暮らせど、 それらしいものの姿すらも見せないのです。しかし、その夜ばかりではなく、翌朝になっても、やがて、かれこれもうお昼近くになっても、不思議なことに退屈男の手ぐすね引いているその冗談の間を訪れた者は、皆無でした。ほほう、血と期待じゃな。亭主、亭主、いや、番頭番頭 万頭と申すに聞こえぬかはい。優しく消えるように答えて、そこに三つ指ついたのは、前夜のあのいぶかしい若者ならで、ちまちまっとしたんなでした。そっちではない。ゆうべの万頭は、どこへ行ったあの、怖がらいでもよい。万頭に用があるのじゃ。どこへ参ったゆうべからずっと。 どこぞえ出かけまして、まだ帰りませぬ。何いいなことを申すな。あの男、時折お遊びでもいたすのかい,いえ、あの、この頃になりまして、どこへ参りますやら、ちょくちょく家を開けるようでございます。ほうほう、おう。だんだんと不思議なことが重なって参ったようじゃな。いや、よいわよいわ。良いわ かかり役人どもとやらも番頭も何をいたしおるか存ぜぬが、長引くだけにいっそ楽しみじゃ。ならば一つみどももいたずらして使わそうぞ。夕べのあの看板を今一度ここへ外してまいれ。こんなに持参させると、前夜自ら筆を取りながら、直と旗本、沙乙女門戸の助様おどと書きしたためた。 その隣へ持って行って、没根鮮やかに書き加えた文句というものが、また大胆というか、不敵というか、実になんとも言いようがないほどに、痛快至極でした。喧嘩口論、悪臨成敗、命のやりとり、白葉くぐり、よろず退屈しのぎとなるべき荒ごとならば、何なりともご相談に応ずべく揃う間。 遠慮のを当館へ申しでしかるべく揃ろう。しかし、金銭謝礼は一切無用のこと。ははははは。これでよい、これでよい。この大網ならば、遊国あたりまでに、鯉わしの一匹ぐらいかかろうはいい。その後に、ゆるゆるご城化見物でもいたしてまいろうぞ。ほんの遠慮のうこの看板、元のところへ立てかけい。 言い捨てておくと、大東をずっしりと腰にしながら、ふらりふらりと、城下の町に現れました。秋。秋。そぞろ悲しい秋の声、秋の色、そうして秋の心。ひょうひょうとして、背を吹きなでるその初秋のまびしい町風を浴びながら、風来坊の退屈男は、ひょうひょうことして、 どこというあてもなく、さまよいました。人が通る。馬が通る。犬とカゴが連れ立ってかけすぎました。何の不思議もないことでしたが、しかし、通り過ぎていった人の顔に、通り過ぎていった馬の蹄めに、犬にもカゴにも沈鬱というか、緊張というか、言い難い重苦しさが見えるのです。嵐の前の、不気味な静寂。危機をはらんだ、 暗い殺気いや、静寂ばかりではない、殺気ばかりでもない、不気味なその静寂の奥に、危機をはらんだ暗いその殺気の奥に、何かこう、仏上騒然とした慌ただしさがほの見えました。しかも町全体が、城下全体が、なんとはなく、変に色めきたって見えるのです。ことに退屈男の目を強くいた者は、 まち,まちつじつじを固めている物も々のものしい人の影です。何か、ただならぬ戦議のものでもがあるらしく、市中警護の係役人どもとおぼしき藩士の面々が、いずれも異様な緊張ぶりを示して、あちらに一段、こちらに一体、行く先の要所要所に佇んでいるのが見えました。いな。いな。そればかりではない。あてもなく回り回って、 だてけぼ大ょの随ほ寺前まで行ったとき、ふと気がつくと、確かに自分のう行者とおぼしき若いの影がちらりと目につきました。それも、三人、五人、八人。ほうほう。味のおもがごけいじゃのだんだんと面白うなってまいったわい。これよ、に足。そ足と申すに。苦しゅうない。こうまいれ。ともさぎ許してとらすぞ。 地下を参れ。くるり後ろを向くと、あの未見傷をさややかに光らして、揶揄するように呼びかけました。しかしその刹那、どこへ隠れたか、もういない。と、見えたのはつかの間、ふらりふらりと歩き出すと、影を追う影のごとくに、ニョキニと、またいずれからか、姿を現して尾行し始めました。右に回れば右に回り、 左に回れば後ろの影もまた左に寄って、機械な尾行者を従えながら、のっしーのっしーと差し掛かったのが、青葉城大手前の大橋。そこから宿のある天馬町までへは、大町通りの広い町筋をまっすぐに一本道です。いつの間にか、落ちかかった夕日をまともに浴びながら、その通りをなおも悠然と行くほどに、尾行の藩士たちは、 だんだんと数を増して、八人が十人となり、十人が十三人となり、やがて全部では、十七八人の一段となりました。しかも行った先、行った先で、伝令らしいものが、リスのごとくに駆け近づくと、何か微行者に囁きながら、その度に微行の藩士たちが色めき立って、刻々に、穏やかならぬ規制が高まりました。何かは知らぬが、 およそ不思議というの他はない。謎を秘めたあの番頭が、夕べから姿を消したというのも不審の種です。それに関わりがあるのかないのか、宿改めのかかりの役人たちが姿を見せないのも大いに機械です。甘津さえ、城下の町々は、仏上騒然としているのでした。その上に、何のためにかなんの目的あってか、見えつ隠れつ次第に数を増して、 それも、決起盛りの国境そうなわが侍たちばかりが、行く方、動く方へと尾行するのです。だが、退屈男は、実に不敵でした。刻一刻に高まる殺気を、帰って楽しむかのように、ふらりふらりと帰って行ったのは、宿のちぐさや。ふと見ると、そのあたりにも、夕日の散りしく街角のあちらこちらに、 一八人の影がちらと動きました。おほう、だいぶ五年入りなおみ張りじゃな。この分ならば、あの触れ看板にも二三匹なんぞ大物がかかっているやもしれぬ。しゅう、ていや、とう。ずいと入った出会い頭、不気味ににっこり笑って、奥から姿を見せたのは、いつの間に帰ってきたのか、 前夜のあの謎を秘めた若者です。お帰りなさいまし。ご友好でござりましたか。友好なぞと気取ったことを申しおるな。万党不税が心へおる言葉ではなかろうぞ。そちこそ夕べから、いずれを泳ぎおった。恐れ入ります。えへへへへ。血と息筋な向きでござりましてな。殿様も、だいぶご退屈のようでござりまするな。 退屈ならなんといたした見どもにも、夕べのその行き過ぎな向きとやらを、一人二人世話すると思うすかご所望でござりましたら。こやつ、ぬらりくらりとしたことを申して、とんとなまずのようなやつよのう。退屈なればこそ、このように触れ看板もいたしたのじゃ。留守中に誰も参らぬかどうぞよ。ほ、せっかくながら、それゆえおよろしくば。 そのおみけんきずにひとくよう。いえ、お退屈しのぎにはまたとないところがござりますゆえ。おやろしくばご案内いたしまするのでござります。奥歯に物の挟まったようなことを申しよるな。おもしろい。どこへなと参ろうぞ。連れて行けい。いよいよ、機械というの他はない。おびきらして、基地にでも落とし入れようというつもりからか。 それとも他に何ぞ容易ならぬ計画でもあるのか。突然宿の男はにったりと笑うと退屈しのぎに格好な場所へ案内しようというのです。出ると同時のように、あちらから二人、こちらから三人、全部では二十名近くの面々が、いずれも異常な緊張を示して、ニョキニョと姿を表しながら、互いに目混ぜをしつつ、 再び退屈男の後をつけ始めました。それらの尾行者たちを後ろに従えながら、胸に一物ありげな宿の男が、やがて門戸ドノスケを導いていったところは、あまり遠くもない裏通りの大弓場です。英然先生、ご来客ですよ。声をかけて、ヤ主が出てきたのを見迎えると、 宿の男が何かこそこそと囁いていましたが、刹那、姿を見せた五十絡みのでっぷりとしたその山主の目の底に、キラリ鋭く光った光の動きが見えました。しかもその体の構え、一癖ありげな目の配り、あれです。機械な番頭が、善や文度の助を呼びかけたとき、ちらりと見せた、あの同じ鋭い眼光なのです。 だが、それと退屈男が見て取ったのは束の間でした。奇怪な宿の男が、ことさらに腰低く会釈し,しながら、自分の用はこれでもう足りたというように、足早く立ち去ったのを見すますと、その名をエーゼンと呼ばれた、第二の謎の山主は、いかにも休日達者の武芸者といった足取りで、にこやかに近づきながら、門ンドノスならぬ微行者たちに向かって、不意に呼びかけました。 ちょうどよいところへ、お越しで何よりにござります。今日は当大弓場が、び開きいたしましてから毎四カ年の当たり日でござりますゆえ、いつもの通り、諸公焼け方に、ご協赦を願い、十分落ちやなく、伊藤したお方を手座に、次々と順位を定め、いささかばかりの心祝いの引き出物、ご景品に心情いたしとござるが、いかがでござりましょう これから酔いにかけては、新規も済んで、ちょうどいい頃。およろしくば、すぐさま支度にかかりまするが、いかがでござります不思議な言葉でした。何から何までが、およそ不審なことばかりです。この大弓場に、どんな退屈払いがあるというのか、強者をさせて、何を一体どうしようというのか。いぶかっている退屈男の方を、 じろりじろりと流し目に見ながめながら、山主永泉が、やがてそこに取り出したのは、それらを引き出物の軽物にするらしく、まず第一に立ちが一振り、続いて小脇差しが二腰、飾り巻きの弓が見張り、それに南蛮鉄の鉄線五丁を加えて、都合十一品でした。いずれも水引き放書に飾り立てた品々が、 ずらずらとそこに並べられたのを見ながめると、うさんげに退屈男を遠巻きにしながら、監視していた若侍の面々が、着せずしてざわざわとざわめき立ちました。と、見るやまもなく、つかつかと列を割って出てきたのは、一見尾行隊の隊長とおぼしき、分別ありげな三十絡みの藩士です。よし、引こう。引いてやろうよ。 ならば、うせっしゃ言い難い誘惑だったにちがいない。それをきっかけに、二人三人と、続いて後から列を割って進み出ると、いずれも競って目を輝かしながら、弓を手に取り上げました。矢は、各十本、とは五寸。落ちかかったうひが、赤かと、土壇のあたりに散りしいて、新規もまた、しんしんとすみ渡り、まことに強者には、 この上もなくおあつらえの言うまぐれです。最初にキリキリと引き絞ったのはあの隊長らしい半死でした。三。あたり、一本。スポッとさえわたった音とともに、高々と呼び立てる声が上がりました。あたり、二本。続いて三本。 続いて4本。さすがは、王地第一の夕飯に、六王半藩若侍だけあって、どうやらこの道の相当豪のものらしいのです。と、見えたのは、しかし、4本目までのことでした。5本、6本、7本目と続いて、3本は途方もないところへそれ飛んで、8本目にようやく的中。9本目、10本目は、郵勢弱ったか。 へなへなと血を吐いながら、まとした二尺あたりのところへ、かかんないむくろをさらしました。入れ替わって現れたのは、片めの藩士です。しかし、これがいやてたのは、四本でした。ご不がいない、力は拙者が、見事にあの飾り立ち、せしめてお目にかけようよ。引き出物の景品に、そそのかされでもしたかのごとく、三人目が飛び出して引き絞ったが、 的中したのは同じ4本です。今度は手前じゃ。いや、拙者は早いよ。歳の順じゃ。お手際見事なところを見物せい。先を争いながら、出てきた4人目が、またやはり4本でした。5人目が少しできて5本。口ほどもない方々じゃな。お気の毒じゃが、しからば拙者が、あの引き出物、ちょいたそうよ。指をくわえて、 見ていさっしゃい。抗原吐きながら、のっしのっしと現れたのは、鎮勢の八郎が再来ではないかと思われる、六尺豊かの代表官です。漁力また、周に秀でていると見えて、一とき優れた号泣を満月に引き絞りながら、気取りに気取っていなったまでは体操もなく立派だったが、なんとも少子千番なことに適中したのはたった二本でした。その途端、 ふふふふ。はっはっ少子のう。ふふふふ。は爆発するような笑い声が上がりました。誰でもない退屈はたまとの沙乙女モンドノスケです。同時に迷路を変えて強者に夢中になっていた面々がさっと色めき立ちました。無理もない。笑ったその笑い声というものが、 直参笑いというか、さおとめ笑いというか、いかにもおかしくてたまらないといった、豪快無双の高笑いだったからです。中でも隊長とおぼしき最初のいてのあの若侍が、ぐっとんに応えたと見えて、景色ばみながら、つかつかと近づいてくると、がぜん、火蓋を切って放ちました。な、何がおかしゅうござる。返答を聞きましょう。何がおかしゅうて、お笑い目さった。 みどもかな言いようがない。まことにそのひょうひょうゆうゆう、大善とした落ち着きぶりというものは、何ともかとも言いようがないのです。のっそりと歩み寄ると、声からして、ごく静かでした。ご用のあるのは、みどもかなほとぼけめさるな。尊厚に用あればこそ、尊厚に向かって、ものを申しているのじゃ。何がおかしゅうて、無遠慮な高笑いめさった。 あはははは、<laughs> そのことかよ。人はな。何静かに、静かに。そのような力み声出さば、腹が減ろうぞ。もっとおとなしゅうものを申せい人はな、笑いたいとき笑い、泣きたいとき泣くものと、高間が原、八百よろずの女将たちが、この世をお作りたまいしときより、相場が決まってじゃ。二度もとて人間ぞよ。笑ったのに。 何の不思議があろうかいそれとも仙台の方々は一生お笑い目さらぬかなそのようなこと聞いているのではござらぬわ。手前たちの何がおかしゅうて馬鹿笑い目さったのじゃ。おほん。そのことか。江戸ではな。江戸が何だと申すのじゃ。弓はいるもの当てるもの。江戸で引いても当たらぬものは富くじぐらいじゃ。第一。第一。 何だと申すのじゃ何が何だと申すのじゃお主たちのことよ。見ればそれぞれ大小二様ずつ束さんでおいでじゃが。まさかに、偽侍ではござるまいてな。何偽侍とは何を申すか毒を持って、さような雑言されるのじゃ。怪しからぬことをほざきめざると、仙台武士の名にかけても、許しませぬぞ。ふふふふ その仙台武士がおかしいのよ。鉛武士じゃが、ずうずう武士じゃが存ぜるが、まこと物の府ならば、物の府が表芸の夢修行に、掛物をいたすとは何事ぞよ。その昔、県政高住伊勢の神も、武人心得を置くべき上々に、威んして王世じゃ。それ、武は覇者の道にして、心王者の心をもって胸となす。名高校として、 一点の邪心あるべからず。されば掛け試合、掛け勝負。およそ武道の本義にもとるべき諸行は、夢断じていたすべからず。とな。弓はすなわち、剣に継ぐの表へ。猿をなんぞよ。お主たちが戦国よりのふらち道断な諸行は何じゃ。笑うぞ。よろしくはもっと笑おうかい。はっはっはっは。気に入らぬかな とうとう殺うとして、指導の本義を解いての傍若無人な高笑いに、ねじり寄った若侍は返す言葉もなく、ぐっと二の句に詰まりました。しかし、詰まりながらも、ちらりと何か目まぜを送ったかと見る間に、少子です。いやわした二十名近くの藩士たちが、いずれもぷつりぷつりと恋口切りつつ、それが最初からの手はずででもあるかのごとくに、じりじりと、 モンドノスケの周囲を取り巻きました。ほほう、おいでじゃな。何かは知らぬが、退屈払いしてくださるとはたじけない。しかしじゃ、当夜のうち五本もいはずす鉛節が、人ゅうこい口切るとは、肩らいたからおぞ。言うなふざくなつつっと進み出ると、噛みつくように言ったのは、まがい鎮税八郎の、 あの、大評判です。公言申して、ならばお主、見事に十本、いやててみするか。見どもかな気取った者の,の言い方をいたさるな。いてみられい。見事やてるならば、いてみられい。もうとあらば、鮮やかなところ、見物させて取らそうぞ。主、読みもてい。しかるに、その主英然が機械でした。 仲裁でもするかと思いのほかに、用意をしながら、にやりにやりと、薄気味悪く、笑っているのです。ばかりではない。ため塗りしげと飾り巻きの結構やかな一針を奥から持ち出すと、ぎらり、目を光らしながら、小声で囁きました。そうとめの御前、昔ながらのお手並み、久方ぶりで、存分に拝見いたしまするでございます。何 いえ、さ、早く御前様。お引き遊ばせと申しただけでござります。いえ、ちょっとお待ちなされませ。日が落ちきりましたが、急に苦労をなりましたゆえ、明かりの用意をいたしまするでござります。巧みに言葉を濁すと、主エーゼンは、ついと身をそらしながら、明かりの支度を始めました。まことに不審です。宿の表に、霊霊と、 触れ看板を掲げたからには、さおとめモンドノスケと知っているに不審は起こらないが、昔ながらのお手並み、久方ぶりに拝見とは、いかにも不審でした。しかし、その間に土壇の周りは、数本の百目ろうそくが立て回されて、赤かと輝くばかり。いぶかりつつもモンドノスケは、さっと肩肌跳ねてのけると、おもむろに手にしたは飾りしげと、 颯爽としたその英子、臨前としたそのユン姿。土壇のあたり、高校としてまばゆく照り栄え、山の小々かしこ、仙台藩士のいらむき立って、内にらむその目、握りしめる塚頭、一末の殺気、よ々としてたなびきながら、ボンドの助が手にせるしげとウ。キリキリとまた、音もなく引き絞られたかと思われるや、ヒューと、 鶴音高く切って、放たれたかと見る間に、的は五寸、当たりは黒星。お見事お見事サイザイとした声は、エーゼンでした。同時に、漢字としながら言ったモンドノスケの声も悪くない。まず、ざっとこんなものじゃ。五寸の的などに、十本糸をすが物はなかろうぞ。あるじ、的買い。は 寸を縮めて付け替えたのは三寸。えい、ひょう、さっといて放たれた矢は、同じく、物理とまた黒星でした。お見事、さすがにござります。何の、といもない。今一度、寸を縮めい。は、的、ま、は二寸。さらに、土壇近くの炎がいらめいたかと見る間に、同じく、物理黒星。 はっぱりにござります。まだ早い。ことのついでじゃ。一条流悲鳴の重ね屋を見せて取らそうぞ。まとかえい。えいぜん、菊所として付け替えたのは、一寸角の金的です。ぐっと丹田に神気を込めて、狙い定まったが、いて放たれた矢は同じくぶつり。返すユゾルに二の矢をついだかと見る間に、今的中した、 その一の矢の矢はずの心に、ひょうといて放たれた次のその矢が、じゃり、じゃりっと音立てて、突き刺さりました。お見事、おみ事、ええぜん、言葉もござりませぬ。さようの。まず今のこの重ね屋くらいならば、褒められてもよがろうぞ。漢じとしながら、静かに振り向くと、自弱として、揶揄しつつ言ったことでした。 どうじゃ見たか寸大武士のおれきれき。弓はこうしているものぞ。はははははどは。江戸旗本にはな、このさおとめもんどのすけのごとき弓出ゃがはくほどおるわ。のち,のちまでのたりさにせい。とたん、不意です。隊長らしいあの一人が、めくばせ者とも、さっと一うを引きぐして、 モンドノスケの身辺近くに殺到すると、突然鋭く叫んで言いました。本密じゃ本密じゃやはり江戸隠密にそうやるまい素直になどれ何まことに意外とも意外な言葉です。モンドノスケは、にったり微笑すると、大然として問い返しました。なぜじゃ、身どもが江戸隠密とは、何をもって申すのじゃ今さら、 しらを切るな。ちぐさやに宿を取ったが第一の証拠じゃ。あの宿のあるじこそは、我ら一等が前から、江戸恩密と疑いかけて見張りおった人物。疑いかかったそのちぐさやに、うぬもわらじを脱いだからには、旗本の名を語る、同じ恩密に、そう言いやるまいがな。ほほう、さようであったか。あれなる若者、何かと心ぎいて不審な男と思うておったが、今ようやく、 謎が解けたわいなれどみどもは、正真正銘の直参旗本。ちぐさえに宿を取ったは、のきなみ旗子がみどもを袖にしたからじゃ。本密なぞと、軽はずみなこと呼ばわり立てなば、あとにて面め々んめん、爪腹切らずばなるまいぞ。それでもよいかような、ような。まこと旗本ならば、葉のようなざれ看板せずともよいはず。喧嘩口ろん、らばくぐりが何のかなと。 ブライガマょ表現たこと書いてはったわ。本つのょうを隠す手だてであったろうが。どうじゃどうじゃまだ死のもうさるるかふっふっふっふ。ふっふっふっふ。さようかさようか。少々のう。あれまでもその方どもには、ばなの幽霊に移りおったが。あれはな。そらみこの未見ずよ。退屈いたつと。 時よりこれが夜泣きをいたすゆえ、気づくようにと、疑心者のお越しを待ったのじゃ。慌てるばかりがうではなかろうぞ。もうそっと目の肥えるよう、やつめうなぎなど、うんと食べい。申したな。ならば何ゆえ、うさんげに死中をさまよいおった。それも疑いかかった第三の証拠じゃ。いいや、それのみではない。今の一癖ありげな弓の手の内といい、何から何まで。 皆疑わしい諸行ばかりじゃ。もうこの上は、吟味無用。言えなくして、隠密に入ったものは、飯取り成敗勝手の起き手じゃ。じたばたせずと、潔い罰につけい。わはははは。さてさて、慌て者たちよのう、道理でうるさく後をつけおったが馬鹿者ともめか。図が高い。控えおろうぞ。 またものの分在持ってバグりつけとは何を申すかそれともイらばこの傷じゃ。幸いの言うなき時刻。江戸で鳴らしたこの三日月傷が、ネズミ泣きして飛んでまいるぞ。申すな、抗原申すな。またもの呼ばわりが肩洗いたいわ。我らは取っておさえるが役目じゃ。もし開きは後にせい。それ、おのおの、おかかりめされ。下地ともに、 少子や仙台藩士、我が退屈旗本、沙乙女・モンドノスケを、あくまでも恩密と高い信じて、今ぞ重なる秘密と謎を割りながら、さっと競いかかりました。しかし、少子ながらも、その人立て人形はさすがに見事。表家のいわゆる国別構え、半島半手の絡め取りというやつです。すなわち、その半数を抜いて払って、 半数は無手の緑、左右にパッと分かれながら、じりじりと詰め寄りました。だのに、今なお、気味悪く不審なのは、あの山主英然です。敵か味方か、味方か敵か。おのが道場に、今や血の雨が降らんとするのに、一向驚いた景色も見せず、何が嬉しいのか、にやりにやりと、薄笑っているのでした。いいな。 それよりも不気味なくらいに、自弱としていたのは退屈男です。うふっふふっふ。国が構いか。なかなか味な先方よのう。何人じゃ人、ふた、み。ほほう。こちらに抜き身が十0人。拳取りは十一匹か。久方ぶりの退屈払いには、まず来るいじゃ。行くぞ。ズバリと叫んで、 今こそ誠にさいざいとさいやかにさえまさった、あの未見傷に、精縁な笑みを浮かべつつ、ずいと前なる一人に詰め寄ろうとした刹那。バタバタと、慌ただしげに、駆け近づいてきた足音があったかと思う間もなく、矢場の向こう横から、呼び叫んだ声がありました。お願いでござります。御前様、お乙女のお殿様。お願いでござります。 お願いでござります。4。声は誰でもない、ちぐさやのあの青白く冷たい、秋しぐれのような若女房でした。女将は、その冷たく青白い表を、恐怖に一層仰めながら、愛事を必死に小脇へ抱えて、凝然と驚き怪しんでいる国白隊の間をかいくぐりつつ、 退屈男のところへ駆け近づくと、おろおろとすがりついて訴えました。お願いでござります。夫が、夫が大変でござります。お力、お貸しくだされませ。お願いでござります。夫が、夫が、さおとめのお殿様へ、はよをお伝えせえと申しましたゆえ、おすがりに参ったのでございます。今、ただいま、宿の表で、り方に囲まれ、 その身も早ういのでござります。お助けくださりませ。お願いでござります。お願いでござります。取り方に囲まれおるとは、何としたことじゃ。隠しに隠しておりましたなれど、とうとう江戸隠密の素性が露見したのでござります。宿あるため、素性戦義の厳しい中を、ああしてお殿様にお泊まり願うたのは、お見見見傷で、さおとめの御前様と知ってからのこと。 いいえ、隠しておいたおんみつが露見しそうな模様でござりましたゆえ、万一の場合、お力にすがろうと、お宿を願うたよし申してでござります。他ならぬ江戸で、ご評判のお殿様、同じ江戸物のよしみに、お助けくださらば、幸せにござります。私ともども、幸せにござります。よし。はい、わかった。そなたが夫とは、あの客引きの若者じゃの はい。水狭いからついした縁が、ちぎりの始めとなって、かような愛しい子供までもなした中でござります。お助け、お助けくださりまするか。未見傷が、言う泣きいたしかかったばかりの時じゃ。参ろうぞ参ろうぞ。聞いたかズーズー国のら侍ども。直参と、さ早乙女もんドの助。地頭久方ぶりに退屈払いして使わすぞ。来るか バカ者ともよのう。ほら、このおりじゃ、よく見。うぬもか、並んで一服せい。右へ二人、左へ三人、行く手を塞いだ四五人に、あっさり用心流、当て身の拳当てて片付けながら、道を開いておくと。女、続け。にったり内へ見ながら、さっと駆け出しました。やらじと、前、横、後ろから。 半紙の面々が、なだれかかろうとしたとき、実に意外です。謎のヤバ主エーゼが、あの重ゲフの弓構えとって、突如ヤバのり戸脇に二王立ちとなると、天にも響けとばかり弱わりました。ものども、聞け、聞け。同志の身が危ういと聞くからは、我らも素性を知らしてやろうは何を隠そう。この英然も、同じその恩密じゃ。 見と狭いからこうして山を開き、うぬらはじめ、家中の者どもの弓の大手となっていた皆五郎中の命によって、当藩の秘密嗅ぎ出すための計り事じゃ。御前、早ための御前、あとは拙者がお吹き受け申したぞ。あちらを早く、ど同志を早く。者ども、一歩たりともそこ動かば、江戸で少しは人に知られた早屋の英然が仕留めや。 一人残らず、うぬらが喉わに飛んでまいるぞ。言いつつ、いて放ったはとに早やの達人らしく、一戦、二戦、とんだかと見る間に、ひゅうひゅうと、藩士の身辺に襲いかかりました。不意を打たれて、乱れ立つともなく、足並みが乱れ立ったその隙に乗じながら、門戸ドの助は、我がいを得たりとばかりに、漢字としながら女ともども一三走り。 角を曲がると同時に、なるほど目を射抜いたものは、そこのちぐさ屋の前一帯に、群がりたかる鳥方の大群でした。街は暗い。道も暗い。いつしかしっとりと秋の酔いが迫って、行く手は川垂れ時の夕闇でしたが、しかし、その宵い闇の中にたばしる健康を縫いながら、必死とあの宿の若者の力戦奮闘している姿が見えました。 だっと走り寄って、取り手の小物たちの後ろにさっそうとして立ちはだかると、叫んだ声の履歴さ爽やかさ、退屈男の面目、今やまさに役女たるものがありました。宿の若者を、女性いたして使わすぞ。こっぱ役人、下りません、下りません。直参旗本、早乙女モンドノスが、将軍家のお手足たる身分柄を持って、女性に参ったのじゃ。 我が手はすなわち、抗議の恩手。いらざるさなたげいたすと、五十余軍が五軍余軍に減ってゆこうぞ、道明けい。言葉の威嚇も素晴らしかったが、んのさえ、あの未見傷の圧倒的な威嚇が、ものを言ったに違いない。さっとどよめきうろたえながら、なだれ散るように波を打って道を開いたその中を、ずいずいと若者のところへ歩み寄ると、 感じったり。見し越し、上手によく化けおったな。怪我はないかおあ。ありがとうございます。ありがとうございます。実は、実は手前、午前と同じ江戸の。祝いでもいい。最女からあらましは今聞いた。なんぞよなんぞよ。隠密に参った被災はいかなることじゃ。居城修復と届け出して、抗議お許しを受けたにかかわらず、その日密々に。 増築工事、進めおりまする模様がござりましたゆえ、山主永禅殿と拙者の二人が、御悲鳴賜り、馬馬うまと、三年前から東城下に入り込みまして、苦心を重ね、探りおりましたところ、石の薪に。始終を語り継げているその隙に乗じて、七八名の鳥手たちが、後ろから襲いかかろうとしたの。見のほど知らずが、この未見傷、目に入らぬか ぐっと振り向いて一括しながら威嚇しておくと、自虐としながら聞き尋ねました。石巻に、何ぞ秘密でもあったか秘密も秘密。抗議ご発との兵糧蔵と武器蔵を、二箇所にこしらえ、巧みな鳥ですらも、築造中なのでござります。そればかりか。城内二の車にも、多分の兵糧弾薬を密かに蓄え、甘津さえ、素性怪しき老人ども、 盛んに召し抱えまする模様でござりましたゆえ、ようやく今の先、その動かぬ証拠を突き止め、一飛びに江戸表へ発足しようといたしましたところを、先日中より手前の身辺に突きまとうておりました。藩士どもに一足早く踏み込まれ、核は窮地に陥ったのでござります。ようか、ようか、お手柄じゃ。では先ほど、身のもを永全の矢場へ案内していったのを、うるさく突きまとう藩士たちを、 みどもともども追っ払って、その間に、動かぬ証拠を突き止めようとしてのことかは、その通りでござります。御前は手前らごとき、お見知りもござりますまいが、手前ら永禅と二人には、江戸におりました頃から、おなじみ深いお殿様でござりますゆえ、この城下にお越しを幸いと、万が一のりのお力添え願うために、お引き合わせ方々、あのや場へ、お連れ申したのでござります。それもこれも藩の者どもが、 江戸に城内の秘密、鍵知られてはとの懸念から、宿改め、武家改めをやり出しましたがご縁のもと、各お殿様の後ろ立てましたからには、もう千人力にござります。よし。それにてしっかり謎は解けた。者ども、もう遠慮はいらぬぞ。これなる未見傷の接待所望の者は、束になってかかってまいれ。来ぬか。少々のう。 独眼竜将軍、正宗孝が、お手掛けの城下じゃ。一人二人は、人魂奴があろう。はようれ、マイレしかし、かかってマイレうと促されても、三日月傷が邪魔になって、そうたやすくいかれるわけがないのです。進んでは尻ぞき、尻込みしては小物たちが、ひしめきどよめきつつ構え直しているとき、たったった、と、宵い闇の向こうから近づき迫ってきたのは、 まさしく、ひずめの音でした。るや、ドット取り方たちのせいが上がりました。おめつけじゃわさ様じゃおめつけのラザ様おん様ず自らばあそばされましたぞかかれかかれとっておさえろとっておさえろ色めき立った声とともに、さま様、馬上をせわしく駆け近づいてきたのは、ち八人の屈強なら侍を引き従えた。 ょくらしい一人です。同時に、ょ上から声がありました。とったか、とったか、まごまごいたしおるな。たかの知れた恩と一人二人、手間取って何事じゃ。はよ、飯取れ。手にまらば、切って捨てろ。よ、見慣れるスローリンの女性があるな。かまわぬ、かまわぬ。そやつのついでに、切って捨てろ。 ひかえいひかえい。スローニンとは、誰に申すぞ。くだりません、くだりません。馬を捨てい。聞いて、ずいと進み出たのはモンドノスケです。無くながらも、千二百国ちょうだいの天下おじきさんじゃ。またもの風情が、馬上で王体は無礼であろうぞ。ましてやスローニンとは何事じゃ。馬捨てい。何おじきさんの一語に、ぎょっとなったらしいが、 しかし、馬はそのままでした。富路や退屈男は、ついと身を泳がして、傍らの取り手が、車に構えていた六尺棒を手早く奪い取るや、さっと狙いをつけて、馬腹目指しながら投げつけたのは、とっさの早技の棒絡みです。うなって飛んで、栗毛の足に、八死と絡みついたかと見えるや、馬は竿立ち、少子にも乗り手は、地に叩きつけられました。いい 当反目付とあらば少しは分別あろう。早う下地して、取り方引かせい。まだわからぬか分からば元より、江戸大公義ご左言の恩密に、傷一つをあしなば、伊達五十余軍の存亡にかかろうぞ。早々に取り方引かせて、江戸へ申し開きの謝罪状でも書きしさためるが加盟のためじゃ。引けい、引かせい。申すな。 音密受ける密字があらば格別。何の言われもないのに、何故また謝罪すんのじゃ。緑に入国いたした音密ならば、たとえ江戸大講義の命を受けたものとで、切り捨て成敗勝手のはずじゃわ。構わぬ。切って捨てろ。バカ者よのう。まだわからぬか。石巻のあのふらちは何のための工事じゃ。え、それに、叩けばまだまだ誇りが出るはず。 この早乙女モンドノスケを鬼にするも仏にするも、その方の胸一つ出方一つじゃ。とくと考えて返答せい。どうじゃそれにしてもまだ切ると思うすかモンドノスケ未言に傷があるが、唯一者も深い五十余軍に立って傷をつけるとは申さぬわ。探るべき筋あったればこそ探りに入った恩蜜。切ればモンドノスケも鬼になろうぞ。 素直にいさば、もんどのすけも仏になろうぞ。どうじゃ、くと分別して返答せい。ぐっと言葉に詰まって、ぶ油汗をにじませながら、うち考えていたが、さすが老としの子です。引けのども、騒ぐれはない早う引けいはっはっはっは。<laughs> そうあろう、そうあろう。素直に引かば、このみつとても、江戸のじゃ。 血もあり涙もある上心いたそうぞ。さすれば五十余軍も安泰じゃ。早う帰って、江戸への謝罪の教師、おい仕立てるよう手配でも察しちゃい。若者、旅姿してじゃな。身供も,もそろそろ退屈になりおった。秋の夜道も一挙じゃ、ぶらりぶらり参ろうかい。は、は、何から何まで、片付けのをござります。歩き出そうとしたの。 ふと、しかし退屈男は気がついて呼び止めました。待て、待て待て、彩女がそこに泣いてじゃ、いたわって江戸まで一緒に道中するよ。早う支度させい。い,いえ。泣き濡れていた表を上げながら、凛としていったのはその彩女です。い,いえ、あの、私は、後へ残ります。何なぜじゃ。末史中離れまじと誓ったはずなのに。 そなた一人が後へ残るとは、何としたのじゃ。誓って馴れ染めました中ではござりますなれど、私は、家付きの一人娘、ご領主様のご恩も、忘れてはなりませぬ。親どもが気づきましたる宿の差配もせねばなりませぬ。いいえ、いいえ、祖先の遺廃をお守りせねばならぬ私。見とせいにち入る時から、江戸恩密とは承知の上で、 こうした悲しい別れの日も、覚悟の上で、思い染め、なり染めた中でござります。春次郎様、恩美、お大切に。坊は、この子はあなたと思うて、きっと健やかに育てまする。では、さようなら、さようなら。あっぱれぞや。春次郎とやら、道の区の明け風は、また一を身に染みるの。 そこへ、のッシノッシと気合わしたのは、エーゼンです。おう、こちらもご無事で。そちもか、エーゼン、悲しい別れを、そちも泣いて使わせ。一目で事の死災を知ったか、早屋の達人の目にも、きらり、梅雨の雫が光りました。服は風、服は、五十余軍の秋風である。